ーい。セイカとニコルの恋愛相談室、イエーイ。かかってきてよ。はい、お願いします。え、普通に連絡先渡せばいいんだ。セイカちゃんは渡すの？渡す渡す。だって気になってるんですよ。うん、でも渡さない？いや、渡さない。渡すで、シートと一緒になんか電話番で渡す。うん、でもそれなんかそのさ、モヤモヤ感が多分あるわけだから、私は結構はっきりさせたいタイプなんて。じゃあうちがお客さんだとしたらさ、あ、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、私あなたを認知してますよじゃないけど、あ、いつもありがとうございます、あのパンですかみたいな。あ、そうです、あのパンです。はい、じゃあこれレシートですって言って、はい、連絡先とか書いてもう何も言わず渡す。だからその場合さ、もうあんま期待しない方がいいよね。うん、期待しない方がいい。それは期待しない行為な気がする。うん、それでワンチャンかかってきたら、かかってきたらなんかかかってきたらラッキーだよね。ラッキーぐらいくらいだよね。うん。好きなんだね、じゃあ幼馴染が。すごい。漫画みたいだね。漫画みたいだね。ね、ある10年来の友達。ない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 。ないよね。10年来の友達いない。え、多分もし言っちゃって、それで振られちゃって今の関係も崩れちゃったら嫌だってことでしょ。むずいね。難しいよね。漫画じゃん。それが一番難しいよね。よね、でもやっぱ苦しんでるだろうね。うん、どうしよう、自分だったらどうしよう。でもそんなさ、10年の関係性ってさ、簡単に崩れなくない？うん、ほくろが、うん、確かに確かに。向こうもなんか分かってくれそうだよね、そんな10年もさ、うん、それだけの ね10年だよ。幼馴染仲いいんだったら ね告白 しようがね、そんな崩れない気もするけどな。確かにそれを出たら納得かも。じゃあ言ってみてよ、思い切って言ってみる。言ってみよう。いいね、意外に同じ意見ですね。うん、でもそうかもしんない。やっぱモヤモヤしてるのが嫌、うん、だ、うん、その間に彼女できちゃう。 そんな若い男女なんてさね、若い男女いや確かに、なんか彼女できちゃうね。それで後悔させた。そうそんないつ別れるかわからないものをさ、うん、待つよりやっぱ、そうだよね、今いないんだったらチャンスじゃんね。できた後に言うよりできる前に言った方がいいかもね。夏じゃんね、言いましょう言いましょう。はい、え、なんで友絶対絶対友達ってみんな結構消極的なのね。え、じゃあ仕掛けてみる仕掛けてみる。なんかエロい香水つけた友達としてしか思ってないって。でもそういう人こそさ、意外にいけたりする。そうなんか向こうも多分、うん、知られちゃったら恥ずかしいっていう場合もあるもんね。うん、だからちょっとなんか仕掛けるじゃないけど、女っぽいところにしたらいいんじゃない。そうもしかして向こうが友達と思ってたとしても、そこでちょっとさ、見え方変わるかもしれないから、うん、服装だったり、なんかちょっとリップだったり、なんかめっちゃハイライトつけるみたいな、なんかツヤツヤっぽいなんかいいデコルテデコルテの見せる見せるみたいな。だからいつも友達の私じゃないよっていうなんか姿を見せたら、うん、そういいよね。それでもちょっとドキッとするよね。ドキッとする。なんか言葉でっていうよりかは、そのなんか自分の外見とかをって思わせる努力をしたらいいかもしれない。うん、まずわかる、うん、それで反応見てみて、そうだね、それでも友達っぽかったらまた考える。また考える。それはでもあなたのものじゃないからね。うん、そうだね。彼氏、うん、彼氏だったらちょっとおいおいおいって思うけど、でも好きな人でしょ。それ好きで、その束縛してたら付き合ったらとんでもない重い女になっちゃうよ、うん、このままだと。だからもうしょうがない。ね、まあ、好きな人で自分も追われた方がいいよ。だから、うん、で自分ももうちょっと遊びに行った方がいいんじゃない。そうだね。逆に私もちゃんと外見てますよ、あなた以外にもいますよみたいな、ね、ちょっとアピールした方が、うんうん、逆に興味なんか持ってもらえるし。そうだよね。追っかけるこうなるから、分かる。好きにその付き合う前の関係で、うん、こうなりすぎるのもなんか良くないんだよね、うん、なんかお互いなんか、うん、こう言ってる感じの方がうまくいくイメージ。分かる分かる。その人だけ、うん、じゃなくて、もう他にもいますよみたいなのの、いないんだけど、いないんだけど
ちょっとアピールして出すっていう遠回しにね、そうそうの方がなんかでもなんかそうしたら結構うまくいくと思う。うん、それでうまくいってる子結構いる。だってさ、こうなってさあ心配だなって思ってさ、多分それが伝わ、もしさ伝わっちゃったらさ、うん、じゃあ付き合ったらもっと束縛されるんじゃないかって思っちゃうかもしれない、ね、もっとラフにラフに行きましょう、行きましょう、ずっと一緒だねって意見。うん、もう結構似てる感じよね。え、ガチなやつ？ガチが好き？え、卒業してからじゃない？別に好きになるのはいいと思うけど、そこで好きになって付き合ったりとか、もしさしてその先生の職を失うとか、そうね、その一緒の学校にいるときにそうやって言ってくる先生はちょっと危ないかなって私は思っちゃう。うん、漫画でもあるじゃん、先生もの。うん、だいたいやっぱ卒業 してからだよねやっぱ待ってるもん、うん、なんかその期間キュンキュンなことは起きちゃうかもしんないけど、うん、やっぱ結果的に卒業してからみんなうまくいってるもん、うん、てか実際いたけど、うん、私のでもなんか例えばなんか恋愛禁止なアイドルに近づいてくる男みたいな感じ、うんうん、それが好きみたいな人いるもんね。そうよね。だからちょっとヤバいやつの、うん、だからそう学校にお互いいるのになんかそういうこと言ってくるのはちょっとヤバい先生かなって思っちゃうから。ヤバい先生で逆に来たらね、そうそう、なんかお互いのことを考えてる先生であればその卒業してから付き合うとか、うん、なんか連絡取るとかも別にそこはいいと思うの、まあ、最近若い先生多いしね。そうそうそう、だから卒業してから今辛いと思うけど、そう、ね、お互いのためを持ったらやっぱ卒業してからのがいいと思う、うん、妄想だけにしましょう。楽しいね、それでね、いいよね、うん、なんかその実る、実る、なんかその燃えるじゃん、そっちの方が、うん、燃える、ね、学校頑張れんだったらいいと思う。そうだね、はい。でもなんか彼氏欲しい欲しいとか好きな人欲しい欲しいって言ってる時ほどできなくない？できないね。私はそうなんだよ。でもうちなんかそういうなんか男女でいる時にこの人とはキスできるか、うん、できないかみたいなので判断してくる。あ、でもそれ大事だよね。会った時にさ、うん、この人キスできないって人はもう、うんうんうん、できないじゃん。できないできない。で、そういうなんか本能的な、そういうの考え、かなんかしたことないんだったら考えてみてみて、うん、この人とキスできるのかな。だからそういう本能的なセンサーってあるね。そう、うん、でもまあ周りに流されなくていいと思う。いや、焦る気持ちめちゃくちゃわかるけど、そういう時に限ってなんか変な人引っかかったりするから、そうそうそう、まあ自然とね、友達に紹介、うん、紹介っていうかなんか一緒に遊びに行くとか、うん、そういうぐらい なんか仲いい親友とかの友達って大体いい人じゃん、うん、いい人いい人、なんかそういう方がさ安心するよね。そう、好きな友達の、ね、うんうん、仲いい友達ぐらいが一番なんか信用できる。そうだね、変なとこで出会ってくるより、うん、こっちも紹介しできないしね、変な人、うん、そういうのいいかもしれない、うん、身近な人にご飯、うん、はい、うん、とかね、行く。珍しいね、男がってこと。男が忘れられないの。え、でも振られたんだったらそうじゃない？てかみんな忘れることないんじゃない？ん？てか多分今はそういう時期だから、なんかそういう時に多分こっちがアピールしたとしても多分男の人やっぱ比べちゃうと思うじゃん、なんか元カノはこうだったみたいな、なんかそれも嫌じゃんこっちからすると。だから ほっとくっていうか時間を解決。どうしたらいいんだろうね。ほっとくしかなくない？だってで逆なんかそこに踏み込みすぎるのもよくないし、そうそう、だって逆になったら嫌じゃない？うん、そうね、ほっといて、ほっといてじゃないけど、どうしてもこう気持ちが前のめりにいかない。なんでそうなっちゃうんだよね、まずその一緒にいるのに、一緒にいるのに。え、ただ話を聞いてほしいとかそういうことじゃなくて、一人でいるのは辛いから。え、それはなんかご飯とか誘ったらいいんじゃない？その倍の楽しい思い出作ってあげた方がいい気がする。そうそうそう、だからなんかその話、話題はゼロとして、うん、聞いてあげるとかでもいいんだ、うん、まあ、辛いだろうけど、でもなんかそこでなんか私と付き合うみたいな、そういうのじゃなくて、な優しくアンパンマンみたいな感じでなんか行くといいか、包容力みたいな、そうそうそう、守ってあげる、うん、それで多分その優しさ多分気づくと思うし、そう、弱い時に逆にチャンスだよ、うん、弱い時に、うん、その優しくするの一番、うん、いけるよ、いいよね。だから優しくこう包み込んであげる、そういう作戦。
アンパンマン、アンパンマン作戦、あんこあげよう。このご時世ですからね。うん、そうだね。うち昔ミクシーとかで出会ってたけどね。懐かしい、ミクシーグリーとか。え、でもそれはさ、オンライン上でやり取りでしょ。直接会わないでしょ。隣の中学校の人とか。あ、じゃあその人は知ってるってこと、本人か、誰誰っていうこと。うん、でもついでもネットとかってどうなんだろうね今。まあ危ないのかな。で昔より危なくないよね。うん、なんかみんなさ、やっぱ出会い系でさ、その出会いを求めたりするじゃん、うん、なんかそれが結構みんなもう普通みたいな感じになっちゃう。どこで出会うの、どこで出会うので友達なんか友達がその飲んでたりとかしてて、うん、でたまたま連絡くれて、うん、みんなで一緒に飲もうよみたいな。そうだよね。なんかわかんない、もしさそこを紹介でさ、うん、出会った人と繋がらなかったとしても、またその別の友達がさ、うん、こう輪がこう広がるっていうか、なんかこうちょっと望みでもなんか行ってみるとか。確かに。でもうちも自分で行動するようになったもん。ああ、なった。なったら、うん、広がるよ、ね、広がりすぎた。でもいいことじゃない。いいこと、めちゃくちゃ友達も増えたし。そうそうそう、なんかそこで出会いもあったり、彼氏を作るってなくて、自分のコミュニティを作るって思ったらいいかもしれない。でも自分ちっちゃいとこにいたもん。うん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 、友達いなかったじゃん全然。うん、うん、とか言うのかなんだ言って。でも別にちっちゃいとこにいたけど、うんうん、やっぱちょっと一歩外出てみたらこんなに違う世界あったんだと思う、うん、だからそれで程よく出る。うん、程よく出る。そうだね。だからなんかこういろんなところにチャラチャラ飲みに行くとかじゃなくて、だとどこにでもあの子いるよねってなっちゃうから、じゃなくてなんか程よく、程よくいい会話行ってみる。こうちょっと行動してみる。行動しなきゃ始まりませんな。ビビ。